豚のアニマルパークでございます。古墳かこれ。古墳やな、見た感じな。こんな古墳ですよこれ。飛び上がってみましょう。もっとあったかくなってくればいいのにね。どうしてもね、今日2月24日やけどね、今日しかね、返事がないんですわ。初めて来ましたけどね。さあどんなんでしょう。いや古墳じゃなかったですね。はい、展望台でございますよ、ここ。滑り合って羊とかヤギとかどこおんのかね。わからんな。テレビでよく見るけどね、空中散歩してあるのはね、それらしき動物も全く見当たらへんねんけど、こっち行ったらいるやろね。あ、今一番可愛いときはウサウサですね。ねえ、ごめんなさい。いやいや、こんなすんねんってものすごくね、もう仲良しやから、ありがとう。一体動物はどこにおるんだ。全然いないけど。わかりませんね、これは。ここは何でしょうかね。これちょっと行ってみましょうか。大阪が4度ぐらいあったんでね。4度ぐらいあったから、気温差4度でございます。これは、これは滑り台か。こっち行ってみようか。ここは、何でしょうかね、ここは。ここは、休憩所。休憩所やな。ここ、マット踏んでください。はい、踏みました。あ、ここにね、ここにマップがあります、マップが。あ、これじゃ変だよ、わからんな。残念。雪が降り出しましたね。いやー寒い。風がきついんでね。おお、ここに何かおるぞ。はい、ここに牛がいますね。牛さんが、ここにほら。牛さんやな、これ。寒い中。今日は車もほとんど止まってないね。何台か。2、3台しか止まってないやろな。おお、この辺におるみたいね、動物は。レイ君だな。あの子はどの子、これか、アイちゃん。もう一頭は、コア君はいないんか。これほら、二頭おるんやけど。ここ鶏もおるんかね、鶏がないとるぞ、これ。お、近寄ってくれてるぞ。尻尾の毛がね、ものすごくね、こうほら、見えんか。尻尾の毛がね、きれいにカットされてね、なんか食べとるんやけどね、何を食べてんの。なんかあんのかね、これ。牛の乳搾りかね、体験できるぞ。
ここにもほら、なんか食べ物ありますか。草を置いて、干し草を置いてあるのかいね。はいはい。昭和40年ぐらいかね、1965年ぐらいかね、田舎にいた時に、あの馬ね、近所で飼ってあったけどね、大きい馬やったわ。今思い出したけどね、何にもいない。あ、そう、うさぎがいたんだよ。うさぎが、うさぎさんかい。モルモットさんは見当たらんね。出てきてありませんか、モルモットさん。オランダのフォーレ州っていうの、トサカっていうよりもね、トサカの上の髪の頭の毛がかっこいいのこれね。ちょっと 色合いが違うんだけどね、もうちょっとね。もうちょっと柄が大きかったかな、田舎のやつな。なんか茶坊とね、なんか茶色の鶏を飼ってたけどね、これでも違うな。この鶏、これいや全然違うわね、これ。ヤギさん、こっち向いてください。こっちを、こっちをこっち向いてくれないのかね。あれね、あれが空中散歩やったよね。はい。毛とか張るんですか。はい、夏は春頃に。はい。どっか六甲かなんかでいっぱいおったけど。ああ、そこいっぱいいますね。なあ、ありがとう。はい、ありがとうございます。こんにちは。軽いや、硬くなるんや。まあ、ハブには、ハブには。とにかくこれ、ウダアニマルパークでございます。動物園じゃありませんでした。ちょっと駐車場からはね、全然動物があるのがわからないんだよね。ちょっと下降りたところだ。ここは駐車場ですけどね、駐車場からね。こう高台が見えてね、どっちもこう高台がこう見えるよ、こっちもね。で、これを下ったところだ。これを下ったところにね、いろんな動物がおりますよ。あの展望広場とふれあい広場かな。あの展望広場、これが あっこやな。休憩室です。展望広場があっこやな。ほんで、これが、この展望、あの展望広場やな。だからちょうどこの裏でございますからね。ちょうどこの裏が動物のとこやから見えへんねやわ、これ上がってきては。そういうことでね、ずっと今回ってきてましたけど、ちょっとね、大変でございました。はい、ありがとうございました。ブダアニマルパークでございました。はい、ありがとうございました。